ケリー戦第2試合がスタートです。お母さんの後ろ、まずは南修司、池野健太、石塚凛太郎、山本慎一、村上弘樹、そして寺崎康平と続きます。まずは最初、この並びからの隊列で一周を回っています。ご紹介を回ってくるところ、ちょうど半分の2周半のところでペース上がりつつ、競輪予選は3組が予定されています。現在第1組です。残り3周を過ぎたところ、徐々にこの辺り隊列少し縦に伸びたかなという状況にはなりますが、バックストレッチ向かってくるところをペーサーに立ち、並びはそこまで、まずは南修司が先行、その後ろをどう動いてくるかというところで警戒が入ります。そこの動き、まずは若干車高級のところからというそんな動きになってくるか、じわりと前に動いてくる、先に振ってくるかなというところを見せたのは、まずは山本慎一でしたが、ここは一旦車間を切ったところから池野健太が前方へ、その後ろに南修司が入る形になったが、もう一度内側空いたところを南修司がここは前に出ていく。残り1周の場所、そしてその後ろ上がってきたのは、今度は石塚凛太郎が上がってきた。マークに入って山本慎一、さあここは3番4番というところで前に上がってくる。さらにその後方から5番が上がってきたのは村上弘幸だ。さらにその後方に寺崎康平が上がってくる。最後は4者変装になってくるかどうか、最後の直線勝負になってくるところはカロンって残るかというところで、内側3番は石塚凛太郎。落ちてくる第2組のスタートとなりました。先ほど行われました第1組、結果ご案内してまいります。1着から1着は早間石塚凛太郎、2着なら山本慎一、3着福井寺崎康平、4着京都村上弘幸、5着大阪南修司、6着兵庫池野健太となっています。続いてスタートの第2組、まもなく1周を完了していきます。1番故障入作、2番山田久則、3番中西大、4番三谷隆起、5番秋元勇気、6番松岡健介です。さあ直近のヤップの記憶新しい故障入作、1番車現在ペーサーの後ろ、そしてこの金プロでは45番46回大会とこの経験種目とっています山田久則、こちらが2番目というところ、そしてその後ろに中西大、山のキャップ3番が続きます。さあこの後残り3周を過ぎたところ、残り2周半になってくるところでペースが離脱のタイミングを迎えていきます。ペースが離脱、そのままの並びでまずは進んでいくところ、ちょっと後方の動きを警戒しながらというところですが、さあこの辺りは後方動いてくるところ、こちらの辺りは松葉ケースですが、前に入ってくるところは流れ次第、そしてその後ろに続いて4番の三谷隆起が続いていく。内側に故障優作、さあそしてここは故障優作が2番手位置を守るかというところ、前回前方には流れ次第が続いていく。残り1周の座礁を迎えてくるところ、2番手位置は1番4番変装、その外側から2番の山田さんに回ってくる。3番の中西大、そしてその後ろに続いているところ、2番山田久典が上がってきた。さらにその後方3番と1のところから故障優作、ずっとこの辺りは上がってきて、2番手位置からさらにその外側の方からは5番の松本勇気が上がってこようというところだが、4コーナーから最後の直線勝負に向かっていくところ、最後は故障優作。第3組のスタートです。先ほど行われました第2組着順ご案内いたします。1着1番古性優作、2着2番山田久典、3着5番脇本勇樹、4着3番中西大、
5着4番三谷隆起、6着6番松岡健介となりました。競輪予選の最終組になります。第3組がスタートしています。並びファーストは後ろ前向きから東向き吉友、そして丸八のより三谷翔太、脇本雄太、萬田光介、村田正和、こちらも6名の予想になります。この競輪予選3組で行われます。この結果を受けて決勝進出者が決まります。そしてペーサー2つのところからは勝負が始まってまいります。残り2周半に向かっていくところ、そう、まずは首を切る、じわりと前の方には7番が出て、その後ろに三谷翔太が続いていきます。さらにその後ろから脇本雄太が3番ピーチあたり、その後ろにマーク入って観客を付け、内側には東口義智が続きます。2番丸立ちかよりが現在先行、そしてさらにその後方から三谷翔太が上がっていくが、さあ口火を切ってくるかというところで、外側の方からおよそ大きく上がってきたのは今度は4番の脇本雄太、そしてその後ろに続いていく神田康介、サードが直線勝負になってくるところは、今度は4番入ってきたのは脇本雄太。あと、はい、ここ行くんですか、はい、持っていただこう、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。競輪ちょっと急遽雨がすごく降ってきましたけど、先行して逃げ回って2着でしたよね。はい、まあ脇本さんがいたんで当然、まあ、脇本さん僕みたいな感じのレースかなと思ったので、しっかり振り込み込みました。今までは競輪で出たんですか？いや、全然普通のスプリントか、1000メートルとか、うん、今回はまず競輪を、もうその若い子が強くなってくるレベル種目の感じになくなったっていうのが今回新郎杯初めてだったじゃないですか、出たのは。まあ、新郎杯あたりのこのつくプロっていうのは、つくプロ全プロ大事だと思いますけど、まあ、みんな同じような順で見てると思うんで、なんか気にせず、まあ、なおかつ見に来てるお客さんに、まあ、違う面のことを見せるかなと思います。新郎杯終わって仕掛け休めました？そう、まだ全然経ってないですけど、全然休めてないですね。まあ、次の競争に向けてまたトレーニングしていくだけだと思うんで頑張ります。じゃあこの後少しで決勝も、はい、あ、チームスプリントも走ります。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。兵庫チームがスタートしました。出走メンバーの藤岡哲也、秋末蓮、村田正和、村上翔太、4名の構成となります。さあ、まずは最初の1周隊列整えて、ここからスピードを上げていきます。その2周目のラップタイムが22秒前半まで上げてきたところ、ここでスタートから1分を経過。
そう、一走がうまくスピードに乗せて、さらにペースを上げていこうとするところ、1キロのスプリットタイム1分14秒。先ほどの大阪チームが1分13秒3、それより1秒ほどさらにかかっているペースではありますが、この辺りは22秒を切るペースをキープしています。22秒前半をここはラップタイム刻んでいきます。この後スタート位置戻ってきて2キロです。と2キロのスプリットタイム2分20秒72。この1キロから2キロは1分6秒ペースで刻んできました。若干1走が少し先行気味というところでしたが、ここはうまく交代へ隊列をまとめていく。スタートから3分を経過。この辺りもしっかりと21秒台後半、22秒を切るペース、イーブンで刻んできます。後半に向かっています。綺麗に整った隊列、先頭交代を重ねながら、さあ残り1キロに向かっていくところは3分26秒。この2キロから3キロも1分6秒ペース。スプリットタイム的には大阪チームが現在リードという状況ではありますが、ペースキープというところでいくと、しっかりとこの1分6秒ペースを崩れることなく刻んでいます兵庫チームです。スタートから4分、3名体制に変わっているところ、残り1キロを過ぎたところから3名体制に変わって、ここはペースをキープ。残り1周、やはりこの辺りも22秒仲間と22秒台をしっかりとキープしてやってくるが、4分32秒あたりのところにうまくまとめていけるか、さらにペースを上げていくか。ちょっとこの辺り隊列一瞬キヤッとする場面もありましたが、3走までをうまく連れていきたい。3コーナーから4コーナー向かっていくところ、まもなくフィニッシュ。3走のタイムが記録となります。続いてスタートは大阪チームです。半周で隊列きれいに整って、4名の隊列、谷和也、中竹三四郎、岡崎智也、稲川翔の4名の出走メンバー。さあまずは30秒を切る29秒半ばというところで1周をまとめて、最初の1キロへとこの後向かっていきます。まもなく2周を完了。22秒あたりのところにラップタイム持っていって、ここで1分を経過。終わってきて最初の1キロです。1キロのスプリットは1分13秒37。
序盤の入りは無理をせずに入っていったような状況かなという、そんなタイムではあります。21秒台半ばをキープ。4名の隊列きれいに整って先頭交代重ねていくところです。募集を完了。スタートからは今2分を経過です。この周回21秒切ろうかなというラップタイムになっていきそうだ、そんなペースアップを見せての周回。回って2キロ、スプリットタイム2分17秒で回っています。この1キロから2キロ順調にペースアップして1分4秒ペース。ラップタイムも21秒半ばからやや後半というところをしっかりとキープしての周回が続いています。まもなくスタートから3分、ちょうど3分を過ぎたところあたりで先ほどは周回重ねていきました。後半に向かっています。3キロのスプリット3分22秒。この2キロから3キロは1分5秒ペース。さあここで3名体制に。さあ2名3名になったところでもペースそれほど変わらず22秒後半あたりをラップタイムはキープして回ってきます。ここでスタートから4分、残り1周、ここも22秒7あたりのところ。さあ1走2走3走のところ、最後はもう懸命にペースを上げていくところ。さあ4分2周30秒を切るかどうかというペースでしたが、1走がここは大きく空いている、2走3走なんとかうまくここはそれについていきたい、そのスピードについていきたいところ。さあそして間もなくです、隊列整った状態でフィニッシュを迎えます。スタートしました。競輪競争決勝スタートです。予選を勝ち上がりました6名のラインナップ、まずは1番古城優先で、先ほど1着上がりでこの決勝へと乗っています。その後ろ同じく古城優作とワンツーを争いました山田久美、その後ろ3番手1赤のキャップはなるの山本慎一、その後ろ青のキャップ4番は京都の窓町帰り、後方2名5番福井脇本優美が和歌山1番候補石塚凛太郎、ともに予選1組3組での1着上がりでこの決勝へと乗っています。さあまずは並びスタートの順番でペーサーの後ろからバイク勝負となりました古城優作、先ほどはやはり後方あたりうまくその中央をついて乗ってきました脇本優太、力強く押してきました石塚凛太郎、それぞれの予選一着上がりがやはり主導権を取っていくのか、さあそれともこの後さあ昨年一昨年と実績を持っているそんな選手たちがやはりこの金プロ競輪の最後は主導権を取っていくのか。さあペースは離脱から動いてきたのはまずは脇本雄太、そしてそれをマークに石塚凛太郎、そして内側に古城優作が入っている、2番手1脇本雄太の番手に入る形で古城優作、そしてその後ろに山田久典が上がってくるか、でバックストレッチ向かっていくところ、現在の前方脇本雄太
り、しかし腰を優作が抑えた。さあ現在の前方は5番の脇本雄太、先行でスピードを上げていく。そして山田尚里が上がってくるか、古性優作とのサイドバイサイド、そして脇本雄太がそのまま押し切るか。4コーナーから直線に向かっていくところ、脇本雄太がさあどうだ、そのまま押し切った。脇本さん、競輪優勝おめでとうございます。ありがとうございます。予選は後方からで、決勝は抑えて先行という形になりましたけども、2走してどうだったでしょうか。ただ1走目がちょっと雨で、ただコンディションが悪かったので、仕掛けどころミスったなと思ったんですけども、決勝は晴れたので、ある程度視野が広い状態で走れたかなと思います。後ろ5番手で、後ろ石塚さんもついてきてたところを、古性さんが、しっかりと、古性君はその辺抜け目ないから、はい、実際その最後古性さんが後ろにいる状況で、押し切りましたけど、どうでした、あのあたりは最後。ほぼほぼ抜かれるかなと思ったぐらいだったんですけど、良かったです。あとなんか車輪が逆についてたと。いや、今回借り物の車輪で前輪走ったんですけど、翔太に逆って言われて終わってから、1走目終わってからね。じゃあ1走目はその逆で走って、だから進まんかったんかって。あれで進んでなかったんですね。らしい。なるほど。で、決勝はちゃんと元に戻して、さすがの強さだなっていう感じだったんですけど、さすがにね、競技者としてね、ある程度はっていう感じですけど。ちょっと新の杯は少し残念な結果でしたけど、あと最後競輪祭があると思うんで、1ヶ月ぐらい調整して、そうですね、ちょっとスケジュールも空いたので、しっかり力、基礎から積み直して、競輪祭に向けて頑張りたいと思います。ではまた来月お願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。